おはようございます。あるいはこんにちは。あるいはこんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回は、2024年4月5日から TV アニメ第3期聖魔激突がスタートするので、先行して小説7巻をゆっくり紹介していく9本目の動画です。前回の動画を見ていない方は、こちらの動画をご覧ください。URL は概要欄に貼ってあります。一気に見たい方は、再生リストの点すら小説7巻聖魔激突編で一気見できます。アニメ勢の方にとってはネタバレになり、その他の方にとっては、復習になりますが、アニメの予習になると思いますので、ゆっくりしていってね。前回の復習終わりの一部、国落としという重大な仕事を、完全に人任せにするつもりとは恐れいる。連合軍ができる可能性は小さい。それはラファエルの予測とも一致するので、任せておいても大丈夫だろう。よし、任せるぞ。何かあったら報告を頼む。は、お任せくださいませ、我が主よ。俺はひざまずいたディアブロの肩をポンと叩き、引き続き任務を遂行するように命じたのだった。ここから悪魔と暴虐その8本編、大筋での説明を受け、細かい点についての確認も終わった。ちょうどそのタイミングで春菜さんが茶受けとして、新作のデザートを用意して持ってきてくれた。お、これは抹茶プリンかな？はい、リムル様。シュナ様ほどではありませんが、私も腕を上げたんですよ。柔らかく微笑みながら、春菜さんがテーブルにプリンを並べていく。すると、今まで全く会議に加わらずに漫画を読んでいたベルドラが、しかも当然という顔をしてやってきた。ほう、我の分もあるのだろうな。もちろんですわ、ベルドラ様。うむ、と偉そうに、ベルドラはプリンの皿に手を伸ばした。ベルドラ様、これは約束の分です。そう言いつつ、ディアブロがベルドラに自分の分のプリンを差し出す。くわぁ、はっはっは、ディアブロよ、貴様はなかなか握りがたい男のようだ。満足そうにうなずいて、ベルドラはディアブロからプリンを受け取っている。それにしても、安上がりな賄賂だな。ディアブロ、お前は食べなくていいのか？なんなら春菜さんに言って、もう一個用意してもらうけど。そう思って聞いたのだが、ディアブロは一礼しつつ辞退した。情報の対価としてお支払いしたのですから、気遣いは不要でございます。紳士らしく、有言実行するらしい。いや、プリンくらいでそこまで応用にならなくても、と思うんだが、ディアブロがそれでいいなら、俺が口を出すことではないな。そうか、それならいいけど。それにしても、タイミングよくワルプルギスの最中に帰ってくるとは、ちょうどすれ違いになったみたいだな。何の気なしに、俺はディアブロに話しかけた。0時に出発した時にはいなかったので、すれ違いで帰ってきたのだろうと思って。ところが、あ、いえ、私はエドマリス王たちを脅した後、各地を巡ってファルムスの財政状況を調べておりました。計画に見落としがないか調査していたのですが、そこでベルドラ様より戻ってこいと連絡があったのです。さらっと暴露するように、とんでもない発言が飛び出した。ガタン、と、慌てたように席を立つベルドラ。わ、我は用事を思い出したぞ。しらじらしくそんなことを言い出すが、逃すわけがない。まあ待てよ、ベルドラ君。素早く動き、ガシッとその肩に手を置く俺。ま、待て、話せばわかる。わかるか、人の仕事の邪魔してんじゃねえよ。必死に逃げようとするベルドラからプリンを没収し、春菜さんにしばらくベルドラのデザートを抜くように伝達したのだった。ベルドラが泣いていたが、許さん。まったく、油断も隙もない。結果論的には、ワルプルギスにベルドラが乱入してくれて助かったとも言えるが、それとこれとは話が別なのだ。ここで許せば、今後に支障が出るかもしれないしね。これが有能なディアブロだったから良かったものの、他の幹部だったらと思うとゾッとする。ベルドラが勝手に命令すると、他の者たちでは混乱していただろう。なので今後は、必ず俺に断りを入れるように、きちんと釘を刺したのだった。幸いにも、ディアブロが直接出向く必要のある仕事は、5日後のは僕競技が残るのみなのだと。要所要所他者に任せているので、自分は俺の執事を続けるそうだ。ディアブロ曰く、私はリムル様の執事ですので、お蕎麦を離れるわけには参りませんとのこと。シオンが苦々しい顔をしているが、これはディアブロの勝利だな。それでその、和睦協議だが、あ、俺も出ようか？いいえ、私だけで大丈夫です。と断られた。大きな取引の時は上司がついていく方が心強いと思うのだが、仕事のできる男であるディアブロには余計なお世話だったらしい。というかむしろ、俺が出向くと貴族たちの戦意をくじく、のだそうだ。ちょっと意味がわからないが、ディアブロに任せておけば問題あるまい。そう考えた俺は、安心してファルムス王国攻略作戦については頭の片隅に追いやったのだった。そして、すべてはディアブロの読み通りに動く。貴族たちが集合し、午前会議が開催された。前回とは異なり、大谷大臣たちの表情に余裕はなく、真剣そのものである。貴族派の者たちも異質な空気を感じ取り、自然と緊張した面持ちになる。そんな貴族たちに告げられた、王の最初の言葉。今回、我がファルムスの軍勢はテンペストを強覆すべく出陣したが、復活した暴風ユーベルドラによって殲滅された。生き残ったのはヨト、ラーゼンとレイヒムの2名のみである。我々は、敗北したのだ。その爆弾発言により、会議は紛糾して始まった。王が語ったファルムス軍の惨状。
その信じられない内容にも驚いたが、次なる王の言葉に批判が殺到した。それは当然の話ではあった。なんせ王は、魔物の要求をのみ戦争賠償に応じると宣言したのだから。そしてその賠償金額は、税金か、1万枚。バカな、税金かというと、金貨100枚に相当する。金貨で100万枚支払えというのか？そのような大金を、魔物などに支払えるわけがなかろうて、断じて認められませんぞ。そもそも、国庫を開いてもそのような数を用意できぬわ。ちなみにこの税金貨、国家間での取引に用いる保存が効く証書のような扱いであるため、普通の国には100枚も在庫がない。ファルムス王国がいかに大国であると言っても、せいぜいが1000枚集まれば良いところ、といった具合なのである。それを流通用の金貨も交えるとなると、貴族の一人が叫んだように膨大な数を用意せねばならないことになる。取引のある国ならば商品で代替もできるだろうが、新興国、それも魔物の国、となると、そういう手段も取れない。となると必然、経済に影響が出るのは避けられないのだ。ディアブロの1万枚という要求は、最初から無理難題を吹っかけている。貴族たちから不満が出るのも当たり前だった。それに、実際に戦場を体験したことのない貴族たちでは、本当の意味で脅威を感じることができないでいた。国家存亡の危機であるという、自覚が足りていないのである。だからこそ、そうした貴族たちの反発が、戦争継続という主張につながっていく。左右、軍門に下るなど、もってのほか。相手が約束を守り、民に手出しせぬという保証がありません。断固、徹底抗戦しかありますまい。眠りから覚めたばかりの邪竜ごとき、我らが誇りにかけても討伐してご覧に入れましょうぞ。ベルドラが相手ならば、西方正教会が黙っておるまい。あの聖人、日向も動くであろうよ。おう、聖騎士団長日向か。あの右爪は計算高いが、このような状況では頼りになるというもの。西方正教会がベルドラを敵視しているのは、有名な話よな。勇者もいたであろう？オーイングラシア王国の、先行の正幸か。その通りじゃ。相手が何をされたのか理解できぬうちに倒すという、歴代最強の名高い勇者ぞ。先行の二つ長立てではないと、ベルドラ相手に証明してもらおうではないか。盛り上がる貴族たち。うむ。その心意気やよし、魔物どもを駆逐してくれよう。などと、出来もしないことを豪語するのだ。そんな貴族たちの様子を眺める国王派の大臣たちには、どこか気恥ずかしげな様子があった。最初にこのことを王に告げられた時の、自分たちの対応を思い出しているのだ。顔をあからめて、ため息をつく者もいる。あの時の王の心境に思い至り、自制する者まで。そしてイドマリス王もまた、この場に集まった貴族たちの心情をよく理解できるのだ。今、声高に開戦を主張する貴族たちは、自らの権益を守ることのみに固執している。決してファルムス王国そのものや、その国民たちの生命と財産を守ろうとはしていない。本気で戦うつもりなどないのだ。だから強気な発言を、堂々と口にできるのだろう。エドマリス王には、こうした流れになるのが分かっていた。ここに集まった領地持ちの貴族たちは、未だに現実が見えていないのだと。自分が恐怖を味わったわけでもなく、自らが矢面に立つ意志など最初からないのだから。安全な場所で、代わりに誰かを戦わせようとしているだけ。負けた場合に責任を取る気もないだろう。今まではそれでもよかった。ファルムス王国は大国であり、周辺諸国の中では上位の立場だったのだから。だが、今回はそういうわけにはいかない。周辺諸国から圧力をかけるという、いつもの手段が通用しないのだ。その上、相手はたった一人で一軍を滅ぼせるカタストロフなのだから。今回はここまでです。人間とは本当に愚かなものですね。話を聞くだけでも、嫌になってきます。一層のこと滅ぼしてしまいたいですね。ですが、リムル様がそんなことは望まないので、しませんがね。最後まで見ていただきありがとうございました。これからも〇〇復習や〇〇相関図など作っていきますので、チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。また見てね、バイバイ。